野口城は、日立国中郡野口にあった、日本の城。現在の茨城県日立大宮市野口にあたる。日立大宮市指定史跡。991年に、陳寿不将軍、藤原秀里の流れを組む藤原通直後末の川、野辺通直により築城され、以来、野口城は、通直の公営側、野辺市が世襲にて領有した。別称を、川、野辺城とも言う。 なお、通直の兄は、大田城を築城して、大田通延と名乗り、子孫は、小野崎氏となっている。平安時代以降、日立国北部は、中で部門として名高い姓は、源氏の一家系河内源氏の流れを組む佐竹氏と、藤原秀里の流れを組む藤士の両武士団が勢力を誇り、野口城は、藤士側、延べ氏の拠点の役割を果たした。 南北朝時代に入り、河野辺市は河野辺の書家ながら有力な武士として台頭した、ウリンスラ城主の中通り立つに従い、南朝方として活躍し佐竹氏に対抗したが、中道時が廃止すると、河野氏も衰退し、穴技の地に退き、野口城は佐竹氏に明け渡された。以後、野口城は佐竹氏の書や野口氏により領有された。 しかし、1540年、野口三木成が、北地主語、佐竹義厚に背き敗北すると、完成急進たる、野口四天王らは、佐竹氏に基準、野口城は、敗城となった。現在は上司のみ残る。ありがとうございます。